二人は言いながらその戸を開けました。するとその裏側に、注文は随分多いでしょうが、どうかいちいちこらえてください。これは全体どういうんだ。一人の紳士は顔をしかめました。うん、これはきっと注文があまり多くて支度が手間取るけれども、ごめんくださいと、こういうことだ。そうだろう、早くどこか部屋の中に入りたいもんだな。そしてテーブルに座りたいもんだな。ところがどうもうるさいことは、また戸が一つありました。そしてその脇に鏡がかかって、その下には長い柄のついたブラシが置いてあったのです。